シュートさあ始まりましたひらがな推し MC のオードリーです。はい、第2回の放送ですけども、カズラさん、今のそのチュドーンっていうのは毎回入れるんですか？毎回入れますよ。だからそのバナナマンさんとかさ、澤部とかがこうやってきてるじゃない？番組の最初にドカーンとかバコーンみたいな、でなんかないですかって言われて、私はもう真っ先にチュドーンをね咳き込むとこまで入ってるんですか？もちろんもちろん、あそこですか？あれ終わってからタイトルコールお願いします。毎回ね。第2回目の放送ですけども、今日も元気、ひらがなメンバーということでよろしくお願いします。ずいぶんでもやっぱいっぱいね、収録しただけで距離感は縮まったかもしれませんが、そうね、なんかやってるんですね。前回番組 MC を知らされていないメンバーに対してプチドッキリを仕掛けたオードリー。2人の登場にメンバーの興奮は最高潮に。ねえ、第1回ですね。春日プレゼンツ丸暗記メンバープロフィール紹介。メンバーにまだ詳しくない若林に対して2週間でプロフィールを丸暗記した春日が紹介していくこの企画。引き続き今週も春日がメンバーの紹介をしていきます。この番組はソニーミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りします。それでは1期生後半戦に参りましょう。そうね、どうしようかな。斉藤くん行っちゃおうか。じゃあ斉藤くんね、東京都出身、20歳のラーメン大好き斉藤京子です。趣味は知らない人がラーメンを食べている動画を見ることです。私はよく天然と言われるのですが、あまり知られていないので番組ではその天然な部分が出れたらなと思います。ラーメン大好き斉藤京子です。へえ、キャッチフレーズがね。そうなのよ。しかも何系のラーメンが好きだと思う、若林さん？いろいろありますけど、例えばね、醤油だ、豚骨だ、味噌だとか、まあいろいろ。二十歳の女の子だから、そうあっさり系なんじゃないの？醤油とか。違いますね。二郎系ですね。本格的に好きな人が言うやつじゃん。そうそう、二郎系が好きなんだけど、好きなラーメントップ3上げてくれって言ったら2位に日高屋入れるからね。日高屋の チゲ味噌ラーメン入れるから。それ今1位です。あ、今1位だった？すいません。でもさ、最初のランキングは変わってました。でもさ、いろいろ食べてさ、ってことでしょ？なんか自分でラーメンを作るならって言われたら、日高屋さんのチゲ味噌ラーメンを作ります。いや、ちょっと声かっこいいな、山口百恵さんみたいな。かっこいい、そう、かっこいい。自分で作るとしたら、かっこいいでしょ。かっこいいね。ラーメンの話だったよね、今ね。そうそうそう。で、今までつけられた嫌なあだ名が、最強投稿っていうね。最強投稿、ちょっと入れ替え、最強。あ、最強、まあ、女子はちょっと嫌だよね。なんかちょっとムカッときました。ムカッときた、どう、みんな斉藤さん、気荒い？荒いって聞き方もね、気が強いと思う、ね、気が強そうじゃん。みんな下向いてます。特技披露は何をしてくれますか？バビ語です。バビ語、はい。何バビ語って？なんか言葉と言葉の間にバビブベボを入れるんですけど、それが得意です。ほう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 、難しそうだね。バビ語とは、各文字の後に同じ母音のバビブベボを入れる言葉のこと。まあ、簡単なところで私がまあ自己紹介するんで、そこにまずちょっと入れてもらいましょうかね。はい、バビブベボでいきますね。私の名前は春日です。あわたわしみのもなばおまわえべばばかますうかばです。すげえ、怖え。いや、マジですごい。なんでそれをやるのよ。確かに、きっかけは何だったの？入れたくなったんだ。周りの人に聞かれたくないことがあったとしたら、そのバビ語が喋れる友達とかにで喋るって感じ。で、それを聞き取れる人もいるわけ？じゃあ、なんか一人だけいました。え、それは学校に？あ、小学生の頃で、結構10年ぐらい前の話なんですけど。じゃあもう聞き取れる人いないじゃん、周りに。そしたら今誰もいないですね。
じゃあどうすんのよ。なんか言葉言われたらすぐできるの？あ、できます。いける？じゃあみんなもちょっと聞いてください、バビ語で何て言ってるか、うん、言いますよ。カバスブ難しい。言いますよ。カバスブガバノボギャバグブサバイビコボウブ。あ、すげえ、分かる人いいんじゃん。なんで？佐々木さん、はい、春日のギャグ最高。正解。なんで分かんの？いたじゃん友達。一緒に喋ってあげないよ普段バビ語で。ハバイビ。あ、すごい。やった。今はいはいって言いました。あ、ハバイビ。あ、そうかそうか。すごいじゃん、いるじゃん。なんでできんの佐々木君は。なんでできんのよ。なんか斉藤京子がずっとその欅になりたての頃からバビ語を喋ってて、それで鍛えられました。教えてもらってて結構。あ、そうなの。耳が慣れた。マバサワラワウベベウムヤバサバムイビコウボウネベウブ。おー、すごい。今なんて言ったの。またラーメン行こうね。またラーメン行こう。正解。はいはい。うわ、なんでまたラーメン行こうねを聞き取られちゃまずいんだよ。東京都出身、20歳の加藤志保です。趣味は電車で人間観察をすることです。番組ではよくファンの皆さんからギャップがあるねと言われるので、そのギャップを披露できるように何事も全力で頑張ります。まあ、加藤氏ですね。加藤氏、うん、A、あだ名、はいはい。まあ、変顔がとにかく得意なんですよ。変顔が、うん、変顔がね、はい、ちょっと見てもらうか。いいんですか。特技でやる。え、ダメ、もうちょっとですか。え、まあ、いいよ、だからその自分の、うん、やりましょう。もうちょっと見たい。何でもできます。何でも。しばらく見たい。あの、しばらく見せて、ちょっと、カトシ。いいね、いいね。カスガも、カスガも負けてた、カスガも負けてた。負けんな、負けんな、負けんな。負けんな、負けんな、カトシも負けんな、カトシも。負けんな、負けんな。テレ東出んな、お前。なんでだ。なんで変顔して出禁になるんだ。いいだろ、別に。何やりましょう。うん、斉藤京子のお尻を当てるっていうゲームができます。そう、はい、斉藤京子のお尻を当てる。一人ずつね、目の前に連れてくるんで、はい、その触ってもらって、はい、答えてください。普段から触ってるってことは、カトシ。そうですね、目の前にあるとよく触ってます。やめなさい、そういうこと。まあ仲がいいからね、はい、まあそうね、女子同士だしね、いいでしょう、はい。じゃあ行きましょうか。はい。どうしようかな、まあ似たような感じの体型の方がいいのかな。何人かの中から何番目ってことで、うん、行きましょう。うん、え、待って、緊張した。さあ、じゃあ目の前にありますんでね、うん、確認してください。はい、うん、ノット斉藤京子。はい。ノット斉藤京子って言うんだね、これ。え、何、そういうゲームなんだ。これは何、みんなやってんの。みんなでやってんの、楽屋とかで。いや、だって全部やり慣れてる感じで。ノット斉藤京子。あ、かとし、そうやって言うのね。いや、斉藤京子だって時は斉藤京子って言うわけね。イエス斉藤京子。イエス斉藤、はい、普段やからやってるわけじゃなくて、今日初めて。今日初めて、はい、これ当たんないな。ノット斉藤京子、言い方が面白いんだよ。さあ、どうぞ。ん、ん、結構ガッツリ触る。ノット斉藤京子。ちょっと迷ったね。はい、すごい。似てた？すごい似てました。なんか似てた。難しかったです、今のは。何のかな、行きましょうかね。うわ、あ、そう、行きましょうか、うん、さあ、目の前に、うん、うん、ノット斉藤京子。はい。触った瞬間か、触る前から言ってたよ。いや、触る前ってことはないでしょ。いや、触る前から言ってた、今。いや、なんのかな。すごいね、でもね、迷いがないよ。したいな、こっちも。うん、さあさあ、どうぞ。ん？ん？いや、ノット斉藤京子。間違
ゃねえかよ。頼むぜ。絶対当てなきゃダメだろ。こんだけケツ触ってきて。なんで間違えた。ちょっと迷ったね。でも当たるかなと思ったけど。いや結構この信頼関係があったんですよ。絶対当ててよねっていう、うん、なんか本当に今泣きそうです。いやだってでも結構、うん、迷ってたね、うん、あのイエスイエス斉藤京子の感じもあったのか。辛いよな。ちょっと俺前出ます。ちょっとすみません風邪で前出ます。な風しな当てたかったんだよ。いつも仲いいしな。でもカトシな本気でやったわけだろな。お前は手抜いてやったわけじゃないんだよ。本気でなイエス斉藤京子に挑戦した気持ちそれ大事にしようぜ。いや分かる気持ち分かるよ。ただのシリアでゲームだよ。奈良県出身19歳の東村芽衣です。最近ゆで卵を食べるのにハマってます。泣き虫だけど泣かないように頑張ります。人に説明するのがすごい下手なの。説明が下手。自分の部屋の中の感じちょっと説明してよ、うん、ピンクです。ピンクです。ピンクです。下手でしょ。いやなんか下手っていうかなんかヘラしてるだけじゃん。でね、嫌だったあだ名がね、ヤンチャムメイちゃん。ヤンチャムメイちゃん言われてたの。そうやってメイちゃん。え、違う。ヤンチャル。ヤンチャルか。メイちゃん。ヤンチャルメイちゃんって呼ばれてたの、うん、赤ちゃんの時です。その赤ちゃんの時さ、ヤンチャルメイちゃんって言われて嫌だなっていう感情はあったの。ね、赤ちゃんだから赤ちゃんだから嫌だなっていう記憶覚えてんの。伝えられないけどやんちゃる。いやそれしかなかったのね、あだ名が。あだ名がそもそも、うん、ヘラヘラだけするなよ。別にいいでしょうよ。特技は何をいたしますか。カラーガードです。カラーガード。カラーガードっていうのは何ですか。カラーガードって旗を、うん、回します。旗ね。はい、うん、ライフルと旗です。ライフル。ほらほら説明下手でしょ。ではミュージックスタート。あーそういうね、うんうんうん、書いてあるもん。書いてある。やんちゃるってやんちゃるって書いてある。ほらやんちゃるってほら。これはあの今どうしようと思ったの。こっち走ってきてたよね。なんか、うん、その春日さんの旗をもらいに行くんですけど、はいはい、旗をもらいに行く途中で途中で、ね、靴が脱げちゃったんだ。脱げました。もう一回見たいな。千葉県出身22歳の佐々木久美です。趣味はネットショッピングです。皆さんに私の素を知ってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。サメの映像見るのがすごい好き。サメの映像。サメの、ね、どういう映像。 DVD とかで見るの。いや違います。何で見るの。、うん、ネットです。あネットでね。ネットでね。サメが好きなの。サメ好きです。何のサメが一番好きなの。ホウジロザメ。あ結構一番凶暴なやつじゃなかったっけ。ホウジロザメって。サメのモノマネとかもできるの。
ちょっとやってみてもらって。なんかホウジロザメは、うん、どういう感じなの？結構人を食べるとか肉食じゃないですか。ウイザメだ。だけど泳いでる時すっごい間抜けな顔してるんですよ。どんな顔してんの？ホウジロザメ泳いでる時は。って感じです。食べる時は人のことをどういう顔してるの？いやそんな顔そんな可愛く食べてこない。私野球が大好きで、読売ジャイアンツのファンなんですけど、その応援歌を大声で歌います。はい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 。さあではどの選手の応援歌いきましょうか。はい、元読売ジャイアンツの矢野健二選手の応援歌を歌います。元、はい、矢野選手が好きなんだ。選手としても好きだったんですし、うん、そのすごい球場に行ってたんですよ私。でその時矢野選手が出てくると、もう待ってましたって感じでみんな歌ってたので、それが好きでした。なるほど、はい、じゃあお願いします。矢野健二、気合いの戦士、矢野健二、さあ立ち上がり、かっ飛ばせ健二。お見事。今どう、自分でやってみて、出したい量の声は出せた？ちょっと歌だったので、うん、もうちょっと いけるなっていう気持ちはあります。あ、じゃあ普通にさ、矢野健二さん、うんうん、矢野健二って叫んだ方がでかい声出せると思います。リズムが、そうね、メロディーじゃなくて、じゃあちょっと矢野健二って叫んでみて、うん、いきます。はい、矢野健二。うるせえな。兵庫県出身18歳佐々木美玲です。最近ハマっていることは韓国料理を食べることです。番組ではなかなか自分を出せないので、自分を出せるように頑張ります。アンパン食パンミーパンだから、アンパン食パンミーパン、ね、キャッチフレーズが、はいはいはい、でね、うん、美味しいクッキーを作って配るっていうの趣味が好きなんだ、作るのが、はい、そうね、うん、そういうのがまあ好きでやってまして、いい、ね、前世がね、うん、豚。いやそれ前世やめろって言っただろ。誰だアンケートに入れたの前世のラン。乗ってんのしょうがないじゃん、前世が豚なんだもん。はいはい。で、うん、最近ねハイヒール買いました。あ、はい、ハイヒール、はい、初めてよ。そうなんだ、人生で初めて。なんだよ、最近ハイヒール買いましたよ。いかがですか若林さん。この時間なんだよ。とてつもない高音を出せます。今日は佐々木コンビはしょうがねえな。大声と高音でね、佐々木コンビだ、はい、じゃあこちらに来てもらってもいいですか。え、はい、近くに春日が立つんだ。私はこうやって待ってるんでね。どうなる。はいはい、いきます、はい。うるせえ。うるせえ。確かとてつもない。すげえ。神奈川県出身19歳の高本彩香です。趣味は魚をさばく動画を見ることです。すぐ泣いちゃうところがあるので、これから泣かないように頑張ります。あだ名がね、うん、竹本えなのよ。何ややこし、覚えづらかったわ。俺らの時代と違うな、なんかあだ名が。竹本とか、なんで高本じゃん。ねえ、なんか、うん、名字で呼ばれたくて、うん、高本って呼んでってなって、竹本って呼んでってなって、それがうまく伝わらなくて、メンバーからは竹本とか竹ちゃんって呼ばれます。竹ちゃんになっちゃった。竹ちゃん、竹ちゃんじゃん。自分的にはどう、たけちゃんでもしょうがないと思ってる？あー、もうどうでもいいです。なんかなので、たけちゃんって呼んでくれて大丈夫です。あ、大丈夫なの？ないよね。どうでもいいってなっちゃうとそうなるよ。何じゃね。そうわかる、うん、でね、趣味がね、左手でご飯を食べること。あ、右利きなのにってこと、うん、本当はなんか左利きってめっちゃかっこよくないですか？
まあ19歳になって言うことじゃないけど小学生の時は思ってたよ。え、おたけそれでいや、おたけだと、うん、トリオの一員になっちゃう。え、ジャングルポケットになっちゃう。だってどうでもいいって言うから。何行きましょう。メンバーの匂い当てです。匂、うん、い当て、匂い当て、この辺の匂いを嗅いだら分かります。前に座った人の匂い嗅いでもらいますからね。はい、じゃあいきますよ。1人目、おお、はい、じゃあ嗅いでください。はい、あ、イエス斉藤京子。おお、すげえ。すげえ。なんで、すごいね。まだでも全然近づいてなかったじゃん今。今歩いてきたので分かりました。じゃあ次の人行ってみようよ。次行きましょうか。はい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 、はい、どうぞ。大丈夫か。結構強かったぞ今。勢いない。でどっちかが行ってって言ってたな。はい、はい、東村芽衣です。うわ、すごいね。なんで。あ、なんかでも芽衣芽衣はお泊まりするくらい一緒にいるので。ああそうだったのか。超わかります。そんなこと、いや、びっくりです。できないよな自分だったら。どうしようかな。すごい。はいはいはい、はい、座りましたよ。はい、うん、どこ？いるよ目の前に。待って。すげえ嗅ぐじゃん。影山優佳。すごいな。すごい。だね。すごいじゃん。犬みたいになってたけどでもね。さあでは最後ですね。はい。うん、ちょっとバウ行きましょうか、バウ。ね。新潟県出身22歳の井口真央です。最近ハマっていることは飴を舐めることです。ひらがな推しでは最年長なので大人の魅力を出していきたいです。お願いします。バウって呼ばれてね。一部からです。あ、一部から、一部メンバーからです。あ、全員じゃ誰が呼んでるのバウ。はい、2人、2人、まあ、そんなバウちゃんはですね、うん、新潟出身でね、はいはい、音痴なのよ。あ、そうなの。音痴でね、で好きな食べ物がスイカとアイスね。変わりました。アイス好き。変わったの。ちょっと最新のくれよ、最新のやつを。最新は、うん、でも最近もアイスは好きなんですけど、もうスイカは今は好きじゃありません。また夏に好きになるかもしれないんですけど、今はスイカはもう、ね、もう全然夏しか食べてません。なるほど。そみんなそうだよ。大体スイカとアイスで嫌いなものがイクラとスジコ。それは食べられなかったんですけど、はいはい、でも最近大人になって美味しいなって思うようになりました。うん、じゃあそこも更新されてんのね。もう変わってました若林さん。好きな食べ物が。いや、なんか飯屋で隣の人の会話聞いてるみたいな。いや、もっと食いついてくれよ。何行きましょう。うん、アナウンサーの原稿読みを特技にしたいなって考えていて、まだ特技ではないんですけど、うん、これから特技にしていきたいです。なるほど、練習中ってことだね。練習中ですね。この後井口が原稿読みに挑戦。特技認定なるか。この原稿ちなみに初めて見るんで、はい、今ね見たことないやつをもう今初めて見て読めるかどうかっていうね、はい、ところで参りましょうか。大丈夫。あ、大丈夫です。いけますね。頑張ります。よし、行こう。ではお願いします。こんばんは、ひらがなニュースの時間です。今月9日、老若男女に人気のオードリー春日さんがマサチューセッツ州のトリニーダとトバコ総合病院で上腕三頭筋の摘出手術を行いました。残念。なんて難しいです。あ、全然や、半分も言ってない。手術後春日さんはもう終わりなんですよ。今簡単感だったから。この後若林と仲良しに。
この番組はソニーミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いや恥ずかしいわ。ひらがなけ次回プロフィール紹介は2期生へ突入。ヤッホー。個性豊かな特技披露でオードリーも爆笑。救急車を呼びます。さらに大人げない春日にメンバー拒絶か。